お、出た。惜しい。よっしゃっと。お、出た出た、惜しい、出たね、惜しい、出た、うわ、出ましたね。ね、今ブレイクエッドプロと使ってますけどね、手前のね薄い方の潮目差し掛かったところ今一発出ましたね。一発惜しいね。ブレイクエッド、これ今200プロと進めてます。僕はね、サーフスターの J カスタムの同じくプロとなんですね。こちらもね、プロと103のね XH にね、プラスアルファグラムパワーを今ね持たせたロッドのプロとを使ってます。萩沖相島平正たちがね回ってることもあるんで、ちょっと今サイズ分かんなかったけど、いい出方したね。ちょっとラッシュダイブに行って、ラッシュダイブ180、パカパカ出ないね。ノーマルチガル100からちょっと様子見ましょう。一発目朝一ブレイクエッド出たんですけどね、乗り切らず。
スーパースライド115ユーブグリーンですね。繊細に釣ってった方がいいかもしれないな。エボル持ち替えます。X1 差が小さいか。ちょっとスメルトの60入れてみましょう。背代わりをねしてきました。ブレイクヘッドからいきましょう。ずいぶん使いやすくなったよ。足場高くても大丈夫だ。マッシブ80。アコ。がっちりだね。マッシブ。がっちり。少し塩目出てきたんだね。あ、割れた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 。あ、チェイスした。ジグ、チェイスした。今ね、足元にね、ベイトの群れ入ってきたんですね。マッシブ今反応しましたね。惜しい。シャクタ、うわ、マジかー、ごめん、抜けた。
マジか。マッシブ。よっしゃ、食った。よし。うふふ。あー、やっと食いましたね。よしよし。なんで？おい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 。マジで。今、二刀連ちゃんだね。いくよ。ラスト。はあ。片付けましょう。ごめん。惜しかったね。やってしまった。惜しかった。まさかの真っ昼間だったね。ここでかーって感じだったね。お疲れ。愛島2日目という形でね、渡ってまいりました。で、昨日はね、2カ所目のポイントここなんですけども、日がね、だいぶ高くなって、もうほんと磯上がり間際になってわっと魚っ気出てきて、で、まあ様子から見るとね、イワシの接岸があって、それに伴って50センチ前後ですかね、あの見える魚に関してはね、回遊があったという形。今日はちょっと朝一からね、正体を見るべく、これ今マッシブなんですけども、まあ、ちょっと授業を中心にね、探って、まあ、上の方気配出ればね、上投げてという形で、日中からちょっと風が上がってくると思うんで、まあ、そうなったら背代わりして、釣っていきたいと思います。さあ、じゃあ行きましょう。まずはマッシブから入ります。ロッドはね、エボルブの103の XH ですね。ね、昨日は日が出て、日中になったらね、シラの姿も見えましたね。マッシブ80から。メインラインは今3号、転売店入れてます。で、スペーサーなしのね、リーダー今、フロロ40。どちらかというとちょっと細字書き。道食いしぶってくるようだったらメイン2号にして、さらに飛距離出して、いきます。昨日1日やった感じだと、まずアベレージサイズはね、そこまで大きくないかなというのが一つとね、ジグを的確にこう飛ばすところで飛ばした方が、おそらく平子だと思うんですけど、反応がいい。スーパースライドで大きめに見せましょう。蚊がね、すごいんですよ。僕はまだ動いてますけど、カメラマンさん動いてないですから。
風入れ替わる前だなこれ。うん。一発目やったね、スーパースライド、いいファイトするいいね、障害ボールの1番さん、薬1ね、朝1番うおーいいわー、キュ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 、いやー狙い通りだ、嬉しい、ね、スーパースライド60ロピンク、いいファイト帰ってきました、はい、さあやりましたね、山口県愛島の初ファーストフィッシュは正午から始まりました朝一番ね、スーパースライド、だいぶ近かったですね、やっぱりね、正午はどちらかというとやっぱりこう障害物につく感じなんで、また際の方来たらもう一度ね、ちょっと丁寧に釣っていきましょう。今のはもう2回目ボトム取り直して着底カーの早めのアクションでね、下の方のレンジで食ってきましたね。フックはね、今ツインパイクハイパー30を入れてます。まあ朝一なんでね、細字掛けではあるんですけど、まあそれなりにこういいのかかっても取れるような形で、日中になってきたらね、昨日の感じ見るとこれをツインパイクの例えば20に変えるとかして、ちょっと細軸にして確実に入れてあげたりね、少し少し繊細にしていくというような流れですね。いやー、それにしてもやっぱ証拠いいファイトするね早いもんね。すごい綺麗だね、朝日フルシルバーカラースーパースライド80、スケールのフルシルバーです。大きく2-300m の色配ですよね。いわゆる大きい袖で使うね、タックルの中ではかなりライトな部類になります。103XH、P3、まあ、アベレージサイズとね、あとはこう食わせをちょっと優先していく細仕掛けで、その中でね、いかにジグのスライド幅コントロールしていくかっていうところ、ちょっと力点を置いたタックルセレクトなんですけども、足元イワシみたい、小さいなイワシっていうかもうシラスだね。おおおおお、起きてた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 、ちょっとシルエット落とします、マッシブ。
パラパラ気配はあるんだよね。マシブの61、こんなちょっとシルエット落として、ここで反応してくれるともう完全に餌のサイズですよね。意外とバンバン当たんないね。もう一回朝一当たりもらえたところに戻そう。スーパースライド。ヒラゴ、よっしゃ、食ったー、やったねー、やったで、おお気持ちよくありましたね。ね、いやースーパースライド、ね、大きめのアクションだね。ね、昨日も日中日が出た時ね、割とねやっぱりこうスライドさせて、それでピッチは早め。うん、いや最高だね。いやー、相島の魚強いね。